さて、今回遊ぶゲームはこちらの恋人の秘密というゲームなんですが、このゲームね、とあるゲームの続編に当たる作品らしくて、まあだからケースエクストラって書いてるのかな。まあだけど単品で遊んでも全然問題ないらしいんで遊んでみようかと思うんですよ。で、説明文。あなたの恋人は何かを隠しているようです。彼女のプライバシーを尊重すべきか、彼女の秘密を暴くべきか、迷っても問題ありません。ループもの×恋愛ホラーアドベンチャーの本作なら何度でも試すことができます。まあ、つまり、このタイトル画面にいるこの子、この子が彼女で、なんか血しぶき飛んでますけども、この子にとんでもない秘密があるらしいんだよ。で、何度も何度も時間を巻き戻して、その秘密を解き明かしていく。っていう感じのホラーゲームらしいです。お願いします。チート。俺の名前はチート。大学生だ。すごい名前だな。少し前に、交通事故に遭った俺は、両親とたった一人の友達、おまけに記憶まで失ったらしい。だからまだ、今の生活に慣れないでいる。え？その交通事故で、ご両親と、友達と、記憶も、全部なくした。すごい災難じゃん。我ながら、ひどい状況だ。でも、ひどいことばかりでもない。あ、なんかすごい。あ、この子だ。彼女ですね。スイちゃん。チート、来てくれたんだ。すごく会いたかったよ。チューしたの？今チューしたの？あら、昨日会ったばっかだろ。それでも、会いたかったの。可愛らしい感じはするんだけど、なんかとんでもない、なんかとんでもない秘密があるんだよな。最近、スイという小人ができた。ちょっと寂しがり屋だけど、すごく可愛い。まるで小動物のような小人だ。今日は、あ、スイの誕生日。今夜は、彼女お手製のクッキーを食べようって、家に招待してくれた。二人とも、この日を楽しみにしていたんだ。ほう。何それ？これプレゼント、ジャガン封じっていう魔除けの守り、お前もやべえな。スイちゃんだけかと思ったらチートもやべえ。なんだこれ。あの除霊屋から買ったんだ。効果は保証するよ。除霊屋？あ、なんかスイちゃんが何かに悩んでんのかな。幽霊に疲れてるとか。除霊屋ってリーさんのこと？ありがとう。消えたぞ。え？どうしたの？消えたけど。ん？これを触ったら、ちょっと気分が。なんか体質的に合わないかも。ああ、すまん、わしには強すぎる、しまってくれんかって感じか。ポムじいさんか。え、ごめん。今度別のプレゼントを用意するよ。せっかく買ってきたのにってか、どういうことこの世界観何ごめん、私の方だよ。せっかくのプレゼントなのに。スイが俺のプレゼントを受け取らなかったのは、今回が初めてじゃない。恋人ができたことなんてなくて、相談できる友達も家族もいないから。こういう反応が普通なのかどうか、正直わからない。おまけに記憶も失ってたもんな。俺って、そんなにプレゼント選びが下手ですね。明らかに下手ですね。とりあえず、キッチンでクッキーやっちゃうね。そうそう、ちなみに、こっちがお手洗い。あっちがキッチンだよ。適当に他の部屋も見てていいから。てか、一人暮らしでこの部屋数すごいな。ん？でも、私の部屋の扉だけは、絶対に開けちゃダメ。わかった？開けろと言ってるようなものじゃないですか。おー、わかりました！イエスサーいい子だね。いい子にしたら夜、ご褒美がもらえるから。ね。エロ！え？クッキーの音だよ。なんだよな。もうわかりやすいな、チートは。他の男と同じ。他の男と同じで？何？よく聞こえなかったんだけど。なんでもないよ。え？スイの本名は、天宮スイレン。名前のイメージ通りの、可憐な女の子だ。騙されてんぞ、チート。俺にはもったいないくらいの彼女だけど、なぜか時々、俺に何かを隠してるような。裏の顔があるように感じるんだ。じゃあちょっと見て回ろうかな。あ、動ける。てかこれすごいね。なんかよくあるこう RPG スクール製のゲームの感じかと思いきやね、この奥行き感で、このジャガン封じの守り、これ自分で持った方がいいんじゃない。こいつ見るとスイと付き合うきっかけになった事件を思い出す。あ、それは前作なのかな。交通事故に入院してた俺は、たまたま同じ病院に入院していた彼女と出会った。そして、その病院に突然、パラノーマルハザードが発生したんだ。
院内の人が次々に悪霊に取りつかれ、そいつらが人を襲って、さらに被害が広がっていた。あ、だからそれがつまり前作か。なるほど。絶望的な状況の中、誰かがリーという除霊屋を呼んでくれた。これ多分前作ですね。なんか前作はなんか全然違うようなゲームシステムらしいんだよな。ギャー、あ、悪人だ。あ、悪霊だ。リーさんかっこいいな。おい、これを使え。あ、これか。悪霊に向かって、かざせ。はぁ、邪気退散。シャンシャン、はぁ。五郎さん、ありがとうございます。すげえ、ありがとうございます。10万だ。10万え、その邪眼封じの値段だ。10万でずっとやる。え、この時に買ったものをスイちゃんにあげたの？いや、それスイちゃんへのプレゼントじゃないじゃん。え、嘘でしょ。っていうぼったくりにあったと。と、まあ、いろいろあったけど、リーのおかげで、俺は生き延びただけでなく、スイも助けることができた。そして、事件の後、吊り橋効果が幸いしたのか、スイと俺は、晴れて、付き合うことになったと。そういうことか。さて、いろいろ調べた方がいいんだろうけども、こういうものは調べられなくて、光ってるものが調べられるのかな？まず、セーブしとこうか。記録。はい。さて。ちなみに、帰ろうとすると？あ、帰れないんですね。わかりました。じゃあ、これは？スイのお母さんの写真か。スイは子供の頃からお母さんとあまり仲が良くなくて、今でも年に数回しか会わないって言ってたな。それでも写真を飾ってるんだ。さて、この棚は？睡眠薬。以前スイが入院してたのは精神科の慢性期病棟だったらしい。スイは自分の病気が何なのかはっきりと言ったことがない。だけど、スイが言いたくないなら、俺からは絶対に聞かない。プライバシーだからね。って言いながら、こうやってね、探ってんですけどもね。お風呂は特になんもなくて、スイちゃんはあっちにいる。で、お手洗いがあるけども、お手洗いは特に調べるものはなさそうで。さて。なんだ？ウサギの人形が4体。ん？これ何？これスイにちょっと似てるな。この人形はきっと全部、スイの手縫い。前にスイとこんな話をした。え？はい、プレゼント。人形を集めるのが趣味なんだろ？優しいじゃん。そう、そういうのよ、プレゼントって。ごめん。え？また返された。私が好きなのは、集めることじゃなくて、手縫いで作ることなんだ。あ、え、あ、そうなんだ。受け取ってくれてもいいじゃない。うん、でも気持ち嬉しいよ。ななしくん？あ、やっちーと。間違ってる！ちょ、どこの男よ！ななし？誰のこと？どこの男と間違えたのよ。ごめん、なんでもない。名前を間違えちゃっただけ。なんか爪は甘い子だな。スイには秘密がある。俺に言えない秘密が。さっきもなんか小声で言ってたしな。なあ、スイちゃん。スイは大きな板チョコを前に、左手に包丁を持っている。左利きか。でも手を宙に浮かせたまま、ただぼんやりと前を見つめている。大丈夫？スイ？スイ？どうした？スイ？あれ？チート？ん？大丈夫？たまにぼーっとしちゃうことあるんだ。たまにっていうか結構あるよね。疲れてんだな。休んだ方がいいんじゃないか？そうだね。休みな。聞きたいこと。スイが寂しいかもと思ったから、ちょっと話さないか？いいよ。どんな話がしたいの？おー、聞ける。ん？スイって、左利きだっけ？でも、包丁を左手で持ってて？そうなんじゃないの？そうだよ。今まで気がついてなかったの？え？俺のどこが好きだったの？そう、そこだよね。まあでも、吊り橋効果のね、そういう感じのことがあったんでしょ？そうはな。多分、チートが今まで会った中で一番のイケメンだからかな。顔か。悪い気はしないけどもね。なんか若干複雑にも感じるよね。じゃあ心は？みたいな。本当かよ。他の子にイケメンだなんて言われたこといつもないけど。でも、君記憶失ってんすよね。そりゃまあ、愛は盲目だからね。その言葉もなんかもやるな。盲目だからイケメンに見えてるってことじゃん。でもさ、俺もすぐのこと超美人だと思ってるよ。喜ばない？もう、好きになったらどんなのでも可愛く見えるってことでしょ？それは君でしょ？違うよ、客観的に見ても、スイは本当に美人だと思う。スイのクッキーは最高だし、かまってほしい時の顔も可愛いし、スイの彼氏になって夢みたいだよ。喜んだ。ちょっと、本気で褒めてくるなんて、
反則だよ。大丈夫、この実況法聞き苦しくない？大丈夫。うん、この人形は水に似てるけど自分をモデルに作ったのか。なんか一個金色のなんかあったよね。うん、それはお姉ちゃんだよ。作ったのもお姉ちゃん。お姉さんが作ったのか。お姉さんってどんな人？名前はスイラン。私のスイレンと一字違い。うん、子供の頃私はお姉ちゃんにべったりでいつも後をくっついて待ってた。お姉ちゃんのやることなら何でも真似してたの。私が人形を作るのが好きなのはもともとはお姉ちゃんの趣味だったから。なるほど。うん、でもね、お姉ちゃんにとっては鬱陶しかったんだ。ある時このスイラン人形を作って私にこう言ったの。これあげるからもうついてくんなって。ひどいじゃん。私は人形を抱きしめて涙ボロボロ流して、お姉ちゃんはもうスイをいらないんだって泣き叫んでた。今思えばお姉ちゃんは子供の頃から私を嫌っていたんだよね。スイとお姉さんの間に他にも何かあったのか。何かがあったんだろうな。こんなこと言うのは無責任かもしれないけど、スイに対して何の愛情もなくてただ嫌いなだけだったらわざわざこんな人形、そうだね、作らないよな。うん、そうかもね。でもお姉ちゃんが私をどう思ってたかは永遠にわからないんだ。え、もしかして永遠に？どういうことだ。いや、そういうことでしょ。で、聞けることは以上か。亡くなってるんだろうな、お姉ちゃん。もう話題がないな。会話のネタになるものを探してみるんだ。なるほどね。まあ、調べられるもの、向こうの部屋か。聖典、教祖の言葉。人とは愚かに作られし者、故に迷いに満ち溢れている。ナイアを崇拝し、与えられし、予知夢を受け入れよ。脆弱な自己を殺し、未来のすべてをナイアに委ねよ。幸福への唯一の道は未来に備えることである。なあ、うさんくさいやつ。まあ信仰はまあ人それぞれも自由だけどさ、この命令口調なこの経典すごく嫌だ。予知夢？この神様は夢で未来を見せることができるってことか。そういうこと？はは、そんな美味しい話があるならスイと俺がどう進展していくのか見せてほしいわ。で、これは油絵、ナイアの肖像。あー、しっかり進行してますね。ん？これがナイアなの？なんか思った感じじゃなかった。なんとなく見ていて不快になるな。ナイア、ナイア、どこかで聞いたことがあるような気がする。確か信仰宗教の神様何かで、ね、信者もちらほらいたはず。まあ多分前作から繋がってる話なのかな。それはスイはこんなものを信じてるのか。ん？さて、あれ？お？コンソファーは快適だな。何してんだ。じゃあ待って、どうしようかな。調べられるものは全部見たんで、あ、先に聞いてみる。一旦セーブするわ。はい、セーブしまして、話せるネタが増えたんじゃないかな。増えてる。あのナイアの肖像は、スイはあの宗教の信者なのか。そう、知りたいなそれ。あれはね、お母さんが信じてるもの。ほう。母は父をとても愛していたんだけど、私が3歳の時に父が死んじゃってね。あ、そうなんだ。その後母は宗教にハマっちゃって、そこの教祖に大金を貢いでたの。私やお姉ちゃんのことなんてそっちのけで。あ、だから嫌いなんだ、お母さんのこと。うん、そりゃ嫌いになるわ。そうだったのか。だから子供の頃はすごく寂しかった。だからお姉ちゃんにべったりだったんだ。もう寂しいから。こんな時なんて言えばいいんだ。まあ以上か。さて、それではお邪魔しちゃおうかな。もう部屋も見尽くしたし、話のネタもないけど、クッキーはまだ焼けそうにないな。どうしよう、どうしようも何も決まってるじゃないか。そう、まだ見てないのはおスイちゃんのお部屋だけ。失礼します。この扉が俺を呼んでいる。開けちゃダメだって思えば思うほど開けたくなっちまう。え、開けれない？うっそー、開けさせてよ。ダメなの？いやー、このチート君に理性が働いてしまってる。結局扉を開けない選択をしたのはスイのプライバシーを尊重したからじゃない。ただ単純に怖かったんだ。確かにね、絶対何かあるって分かってるからチート君も怖いよな。俺たちの関係が壊れるのも怖かったけど、それよりスイの別の顔を見てしまうのが恐ろしかった。チート、クッキーできたよ。あ、
今日なんてしてません。はいはい。はい、今行きます。私の部屋の扉、開けてないよね。え、いや、ちょっと、危なかったけど大丈夫。耐えた。ギリ耐えた、ギリ耐えた。正直か。ならいいんだけど。え、いいの？で、そのクッキーもなんか怖いな。美味しい？すげえうまいよ。売れるよ、これ。スイは、食べないの？なんで？なんで僕だけに食べさせんだよ。食べるのを見てるだけで満足だよ。それに、またいつでも焼けるし。何言ってんだよ。今日はスイの誕生日だろ。それにさ、一緒に食べた方が何倍もうまいんだぜ。ほら、あーん。食べろ、食べろ。あーん。美味しい？もちろん。私がいたクッキーだ。食べた。あ、食べてくれるんだ。じゃあ大丈夫か。なんか心配すぎちゃった。そりゃそうだ。へへ。うん。チートはほんと、まっすぐだよね。やっぱり君みたいな人は、私なんかと付き合っちゃダメなんだよ。なんか言いました？え、何？なんでもないよ。もう遅いから、そろそろお開きにしよっか。え、そっか、そうだよな。がっかりしてる？もしかして。今夜は他に誰もいないから、泊まってもいいよ。って、言って欲しかった？残念！ムカつく。いやだけどね、焦っちゃいけないから、ね、この順序も大事やし。え、まさか、そうそう、帰ろうと思ったとこだし。帰れたの？ふふ、かわいい。大好き。だから、さよならだよ、チート。え？それからスイは、俺を避けるようになった。メッセージの返信もなく、電話にも出なかった。家に直接行こうかとも思ったけど、勇気は出なかった。どうして俺と距離を置くのか聞くのが怖かったんだ。それがどんな理由だったとしても。そして、俺たちの関係は、そのまま自然消滅してしまった？なんじゃそれ。こんなことになるなら、あの時扉を開ければよかった。少なくとも、なぜこうなったのか少しは分かったかもしれないのに。でも、今さ何を言っても無駄だ。時間は巻き戻せないんだ。それがですね、チートさん、このゲームなんと巻き戻せるらしいんですよ。ノーマルエンド 1? 自然消滅。エンド10個あるんだ。え、で、どうなんの？巻き戻せるんじゃないの？ん？クックック、時間を巻き戻し、関係を修復したいと言ったかの？ならば、二人の恋のキューピットのあり、予知夢でお前の願いを叶、あ、なるほど。今までやったこのノーマルエンド1は全部予知夢だった。っていうことになって、やり直せんじゃない？そうだわ。いつまにか。眠ってしまったらしい。サンキュー。どこのどうなったか分かりませんけども、キューピッドおじさん、なんかなんとなくキューピッドおじさんって言ったら天使の風貌だけど、すねげがすごいおじさんをなんか想像しちゃった。前どうでもいいや。長い夢を見てた気がするんだけど、どんな夢だったっけ。思い出せない。そうだ、眠る前この扉を開けるかどうか悩んでた。そうなんすよ、なぜか急に開けないといけないような気がする。スイの秘密がどうしても知りたいんだ。オッケー、セーブしよう。じゃあ行ってみるか。この扉が俺を呼んでいる。お邪魔しまーす。開けます。うひょー、どうだ。早くない？その展開は早くない？わーお、ケースエクストラ恋人の秘密、粋な演出。真実を突き止めよう。私の部屋の扉は開けちゃダメって言ったじゃない。え？ここでオープニングムービーかっこいい。時間を巻き戻して。ネタバレネタバレ、何これ。悲劇を回避しよう。何それ、どういうこと？始まる。ケースエクストラ、恋人の秘密。カミングス。いやもう来てる。写真立て、いっぱいあるな。誰の写真だろう。写真？ん？あれ？こいつは、どうして俺にそっくりなの？あ、そっくりなだけか。左右反転の髪色違う。え？ナナシ君？あ、いるスイちゃんいる。そうか、こいつがナナシか。見られてますよ。スイ？私の部屋の扉は開けちゃダメって言ったじゃない。
ああ、いやいや、これ違うんすよ。お手洗いと間違っちゃった。あ、うっかりうっかり。七しは、スイの彼氏だったんだろう？私の初恋の人。じゃあ何、結局さ、顔が似てるからってチート君選んでるのってなっちゃうじゃん。すごい嫌だ。そっか、変わりじゃないんすけど。あ、やっぱりか。スイは、初めて会った時から、すごく親切にしてくれた。どうしてこんないい子に気に入られたんだろうって不思議だった。つまり俺は、ナナシの代わりだったってことか。ナナシじゃなくてナナシか。うん。二人は、どうなったんだ？別れたのか？ナナシは今、どうしてるんだ？ん？みんな死んでるじゃん。天国にいる。え？どうして？二年前の今日、私の誕生日祝いに、母が珍しく帰ってきたんだ。七志くんもお姉ちゃんもいて、もう嬉しくってさ、七志くんにお願いして4人でドライブに出かけることにしたんだ。ほう、まさかその時事故にあったのか。うん、私は幸い大怪我はしなかった。母も気を失っただけで、もお姉ちゃんはその時に亡くなってしまったのか。七志くんにとっては手足がもげてた。私は彼が死んでいくのをただ見ていることしかできなかった。そんな、今でも夜寝てるとき、七志くんの腕や足を探してる夢を見るんだ。七志くんとお姉ちゃんを知らせたのは私なの。スイも交通事故で全てを失ったのか。俺と同じように。そうはね。しかもさらに彼女は自分の記憶に苦しめられてきたんだ。似ている境遇なんだな。スイ、君のせいじゃない、絶対に。俺は何て言っていいか分からなくて、ただスイを抱きしめた。今度こそスイは拒否しなかった。しばらくそうしていると、興奮で震えていたスイの体が徐々に落ち着いていった。うん、大丈夫。あのね、最初はね、確かにチートを代わりとして見てたよ。複雑。あ、多少覚悟はしたけど、実際にスイの口から聞くとやっぱり辛いな。でも次第に本当にチートのことが好きになったんだ。君の優しさと何よりそのまっすぐなところが大好き。そっか、七志くんのことどう話せばいいのかわからなかったの。話しちゃったらこの先二人の間に壁ができそうで怖かった。でも話さなければいつまでも抱え込んで押しつぶされてたと思う。うん、チート、ごめんなさい。いやでも話してくれてよかったよね。うん、最初は嫉妬で頭がいっぱいで、今ここに七志がいたら殴ってやりたいということしか考えられなかった。殴ってやるのはおかしいけどもね。うん、でもスイの涙を見た途端、俺は七志への嫉妬を捨てた。とにかく何かスイを慰める言葉をかけたかった、たとえそれが強がりだったとしても。うん、スイ、話してくれて嬉しいよ。え、初恋だったのにそんなひどい永遠の別れをしたなんて。ナナシがスイの頃に残した隙間はこの先ずっと消えないと思う。俺がそれを埋めることなんてできないし、スイとナナシの過去をなかったことにしたくもない。俺にできるのはスイの未来をちょっとでも幸せにすることだけだ。違う幸せをね、与えるんですよ。だって俺はスイの恋人だから、今もこれからも。チート。これホラーゲームかと思いきやいい話じゃないの。その夜、スイと俺は長い長い間強く抱きしめ合った。そして俺たちの関係は今まで以上に親密になった。直感的にスイには何か別の秘密があるとは思ったけれど、スイとナナシの過去を受け入れたようにそのままでいいと思った。他にも秘密があると感じたの。この先スイと俺が幸せに暮らせることをただただ信じて。エンド2、めでたしめでたし。いいんじゃないのこれで。ダメなの？キューピッドおじさん。来た。またループしました。この扉を開けるかどうか悩んでた前まで戻ってきました。で、ナナシ君の話を聞いた。ん？まだ？は？何言ってんだろう。まだ一度も入ってないのに。まあ、夢を見たんですけどね。そういう。うん。とにかく入ってみよう。あ、もう勝手に入っちゃった。で、
違う写真が選択できるようになってます。え？確かにそうだよな。こっちは誰？ん？これはなかなかのイケメンだな。また違う彼氏？で、こいつはナナシね。それは？よりどりみどりのイケメン揃い！もう一人は？なんでスイの部屋にこんな写真があるんだ？アイドルグループとかじゃないみたいだし、誰なんだろう？ん？スイはこいつらと、どんな関係なんだ？え、そうだよな。スイちゃん！ナナシ君は分かったよ。もう二人誰？スイ？開けちゃダメって言われたけど、開けなきゃダメなんだ！俺とお前のこの関係のためにも。ごめん、俺ただ。もういいよ。いずれ、話すつもりだったから。さっきと違うね。ここの写真、大切にしてるんだな。全員私の、元彼の写真を飾るな！めっちゃ怒っちゃった。ナシ君はまだギリわかるよ。お付き合いしてて、事故にあって泣かんちまった。それはね、どうやっても埋められないから、それは、まあ、飾ってほしくはないけども、まだギリ許せたとしても、残り二人は多分死んでないだろう。飾るな！元彼という単語に少なからずショックを受けた。でも、むしろスイみたいな子に、元彼がいない方がおかしいよな。そりゃそうだよな。ここは理解ある彼氏の態度を取らなきゃ。つれえ。そんなの大したことないっすよ。架空水となんてない、ない、誰でもそういうのあるからね。それだけじゃなくてね。なーに、もうやめて、心が張り裂けそう。ん？何よ。え？全員死んじゃったんだ。許す。なら許す。全員？はい？私が好きになる人はみんな死んじゃうんだよ。え？ああ、だからか。だから、一番最初のノーマルエンド1の時に、殺したくなくて、チート君を殺したくなくてお別れしたんだ。ああ、そういうこと。こんなこと言うなんて変だって思うでしょ？でも、子供の頃から母が、うちの血筋の女は、夫に死なれる運命にある。って言ってたの。ああ、だからお父さんも亡くなったのか。だから私の父も、母の父も、早くに死んだんだって、おじいちゃんも早かったんだ。もちろん信じてなかったよ。でも私の最初の彼が死んで、2番目も3番目も死んじゃった。しかもみんな事故で。事故で？そんなの、信じるしかないじゃない？いつかチートを死なせてしまいそうで怖かった。でもそんなの、どう伝えればいいのか分からなかったの。だって、絶対に変に思うでしょ？こんなバカみたいなことを信じてるなんて。まあそうだよな。だけど、3人も亡くなってんだったら信じちゃうかもな。昔の俺だったら、スイの言うことを笑っていたかもしれない。でも、あの病院でパラノーマルハザード前作ですね。を体験してからは、この世界には人知を超えた何かがある。と思うようになった。へぇ。それに大事なのは、スイに呪われた運命があるかどうかじゃない。彼氏が死んだのは自分のせいだと思い込んで、自分を責めていることの方が問題だ。そうね。君が一番の不幸だ。一番かわいそうだよ。スイ、そんな風に小人が次々に自己死したら自分が呪われてるって思うよな。だからずっと自分を責めて苦しんできたんだろう。チート？俺が死んじゃうのが怖いのは俺のことが本当に大切ってことだよな。でもその恐怖を伝えられずに一人で耐えてた。そんなに思ってくれて本当に嬉しいよ。でももう一人で耐えなくていいんだ。チート、今まで誰もそんな言葉かけてくれなかった。大好き。でも好きになればなるほど一緒にいるのが怖くなるの。君を失うなんて耐えられない。そうだよな。それも辛いよな。ついに夫に死なれる運命が本当にあったとしても俺は怖くないよ。でも分かってる。俺に何かあったらついは死ぬほど自分を責めるよな。たとえ 1% の可能性でもついが自分を苦しめる未来なんてダメだ。俺が大丈夫だと思っても意味がない。だからつい君が選ばないといけないんだ。俺たちの関係を続けるか、それとも。いやー、どうなんだろうな。もしチートの彼女いることが君を不幸にするかもしれないなら別れた方がいいのかも。いやー、やっぱりスイちゃんはそう思うよ。だって大好きな人にはさ、ずっとさ生き続けてほしいじゃん。自分のそばにいなくてもね、幸せに暮らしてほしいって思うじゃん。だから決断すべきはチートなんだって。スイと一緒にいない幸せなんて意味がないって、それぐらい言わなきゃダメだよ。チートを SNS で時々見かけたりして元気でいることが分かれば
それだけで幸せだと思う。たとえチートが私の恋人じゃなくても。意味がないって言って、おいや！うん、そっかじゃねえよ。チートはいい人だから、きっともっといい子がいるよ。でもさ、付き合ってなくても、スイのこと好きでいていい？だったら他の人のとこ行くなよって。バカ。俺の初恋はこうして終わった。胸が張り付けそうだったけど、表には出さなかった。どっかで絶対スイが見ている。そしてスイは俺が幸せそうにしてるのを見たいだろうから。だから幸せを装った。俺の幸せはスイの幸せで、スイの幸せは俺の幸せでもある。いつしか俺の見かけの幸せはもう見かけの幸せとは思えなかった。え、つまりどういうこと？見せかけの幸せ。この遠藤一番嫌だな俺。なんかすごく意味がないっていうか悲しいな。でまた起きました。4ループ目。うん、さてどんな夢だったっけ。うん、思い出せない。でまずはこの扉を開けちゃっていいのかな。え、デジャブ？前にもこの扉を開けたことがあるような気がする。もう2回も開けてます。もう2回も3回も買うんで、お邪魔します。秘密秘密、スイちゃんのお秘密を。そう、あの写真よ、右上の。あれは誰なんだい？一旦セーブしとくか。はい。うん、じゃあ見ます。え、あ、俺か、びっくりした。これは俺の写真？まあだから別にこれは不思議じゃないよね。まあでも元彼軍団の中に今彼を入れないでよってね、めっちゃ思うけど。うん。え、つまりスイはただ自分の部屋に俺の写真を飾ってるのが恥ずかしくて入っちゃダメって言ってたのか。周りの写真を見ろ。何その可愛い理由じゃないんだよ。でも待てよ、俺こんな写真撮られたことあったっけ。え、スイはどうやってこの写真を手に入れたんだ。隠し撮りってこと？え、他の写真も俺の写真？いや違うよ、ちょっと失礼。俺はそっくりな元彼、ナナシ君でございます。俺だ。いや、俺じゃない。似てるけど違うやつだ。そして地獄の元彼軍団だ。お、写真立てから写真が？ん？この写真、裏に中で何か書いてある。え、なんか怖い。他にもなんか秘密があんの？一番のイケメン。やめてく、え、何それ。スイの秘密ってイケメンの隠し撮りってこと？それだけ？え、窓は閉まってるのにこの風はどっから吹いてるんだ。風が吹いて写真立てが倒れてどっか行ったってこと？意外と強いな。他の2つの写真立てが倒れちまった。あ、で裏に何か書いてある。残りの2枚は誰の写真なのか。さあ、地獄の元彼軍団、こいつもイケメン。裏に文字は？体？もう一枚は？イケメン。手足。え？ええー？そういうこと？え、待って、じゃあ俺の写真は？裏に何が？頭。頭？僕、そういうことだよね。みんなも、もうさすがにピンとくるよね。どうやらチートくんは頭担当のようです。なんだこれ？被写体の一番かっこいい部分ってこと？時々スイが何を考えているのか本当にわからなくなる。考えてみれば、実は知り合って間もないし、恋人といっても、スイのことを何も知らない。え？やば。やば。すぐ逃げた方がいい。すぐに逃げた方がいいよ。この風そっちから吹いてたのか。え？窓なんかあんの？な、あ、下に降りる階段。でも、スイは自分の家に地下室があるなんて一言も。あはははは、パリえ？スイ。私の部屋の扉は、絶対に開けちゃダメって言ったじゃない。バッドエンド！パンドラの箱。まあ、だけど一応、エンドには含まれるんだよね。わお！うわぁ、行きたくねえ！地下室行きたくねえ！
うわ、はあ、はあ、で起きるんだけど、いやもうみんなももう差しついてただろうから言うけど、作ってるよね、あのお作りになられてませんか、理想の彼氏をね。うわ、体、まあ、胴体部分担当、胴体が一番かっこいいのがあの人で、手足が一番こうスラッとしてかっこいいのがあの彼でみたいな感じで、でこのチート君は顔が一番良かった、でも一番イケメンって書いてるのはさ、ナナシ君じゃん。だから頭部分はさ、ナナシ君になるんじゃないの？これ継ぎはぎしてますよね、きっと。さあ、地下への階段を見つける夢見た。でもその前後に何があったんだっけ？どうしても思い出せない。ああ、行こう。二度入るも三度入るも四度入るも何回死ぬも一緒だ。行こう。いけるようになってます。楽しいこのゲーム。じゃあ、お邪魔します。やっぱり、俺が夢で見た通りだ。水の秘密は、この階段下にある。行こう。でも、この嫌な感じは何だろう。ただの地下室だよな。うん。水は、本当に俺の知っている水なのか？え？ちなみに戻るという選択はできません。じゃあ、行こっか。調べられないもんな。行こう。なになになに？え？草！なんだこの匂い。そりゃ、臭いでしょうね。ここまで降りてきたんだから、何もしないで戻るなんてダメだ。行きますね。あれはなんだ？人間の足？まさか、死体とか？ははって笑っちゃうよね。なに？元彼の手足。うわぁ、本物の死体？男の首なし。首だけないんだ。いや、普通の死体じゃない。よく見ると、死体の胴体に、そうですよ、そうだすよね。獅子が糸で縫い付けられている。しかも、肌の色に差があり、違う男性のパーツが継ぎ合わされてるようです。どうして水の家にこんな死体が、一体どうやって死んで、誰が亡くなったんだ、何のために？調査できずに逃げるしか今回できないと。なるほど。いや、そんなのどうだめだろ、とにかく逃げよう。うわあ、くっそ！水は、右手に持った包丁で、チートの腹を刺した。右手？左利きだったんじゃないの？私の部屋の扉は絶対に開けちゃダメって言ったじゃない。ああ、冷たい歯が今度はチートの喉を切り裂いた。うわ、アハじゃないよ。ウフじゃないよ。急にボイス入らないで。スイはチートに馬乗りになるとそのまま覆いかぶさった。なにやめてやめて。今ね、ヘッドホンしてるからね、ASMR でこういう感じなんだ。ゾクッとした。さあ、舌をずるりと出し。やめて右耳がチートの顔にはませ吸い付いた。チートは叫びたかったが、裂かれた喉からは空気だけが漏れた。もうヒューヒューと。ナナシ君の意地悪、どうして隠れてたの？え？私がどれだけ会いたかったなんて知りもしないで。ん？このチート君はさ、記憶を失ってるじゃん。ナナシ君だったのか？そういうこと？こんな女が水のはずがない。こいつは誰だ？それとまさか、最初から俺の知っている水は、この女の演技だったのか？ナナシ君、もう少しの辛抱だよ。今すぐ、こんな男から切り離してあげるから。いや、やっぱり似ているだけだと思うよ。チートは、ナナシ君と。女は包丁を高く振り上げ、そしてチートの喉元に突き立てた。これが最後のパーツだ。もうちょっとで。私のナナシ君が縫い上がる。怖い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 。最後のパーツになってしまいました。怖え。待って待って。またこれもループしますね。オッケー。じゃあ次はさ、調査ができるんじゃない？うん。行ってみよう。入って。見てみないと。行きます！今向かいます！はい。ゴー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 ！ゴーゴーチート！ゴーゴーチート！臭いよね。わかってる。この悪臭、この廊下、ここに来るのは本当に初めてか？いいえ、2回目です。行きましょう。
なんか写真があるな。見てみよう。お、男の首なし死体だ。どうしてスイの家にこんな死体が。で、調査する。はい。テーブルの上にあるのなんだ。ちょっと見てからすぐにいれば大丈夫だよな。うん、見よう。それは誰？三人の集合写真。集合写真？ん？真ん中のこいつは誰なんだ？俺にそっくり。じゃあ、あの、元彼軍団三人はさ、同時期に、ちゃんと存在したんだ。はい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 。え？で、集合写真？ナナシ君。うん。そうか、こいつがナナシか。違う、スイちゃんだ。スイちゃんとナナシと、もう一人誰？もう一人は？え？もう一人もスイ？もしかしてお姉ちゃんとかじゃない？似すぎ？双子？なんだ？なんでスイが二人いるんだ？あ、お姉ちゃんって言ってるけど、双子か。双子でもお姉ちゃんと妹だもんね。そっかそっか、そういうことだ。なんだ？なんでスイが二人いるんだ？そう、スイランとスイレン。あ、わかった。ってなるとさ、さっき右手で包丁持ったのは違うわ。違うスイだ。どっち、どっちがスイレンのどっちがスイランなんだ？もしかしてスイのお姉さん、スイランか。交通事故で亡くなったっていう、双子だったのか。お姉ちゃんって聞くとさ、どうしてもさ、年上の人を想像するけど、双子でも全然あり得るんだもんな。ちょっと待てよ。スイからお姉さんが交通事故で死んだと聞いたのはいつだ？確かにスイから聞いたと思うのに、いつだったか思い出せない。まあ、違う時の夢です。はい。なんか最近記憶が曖昧だ。うん。うわ、写真立ってから写真が。ん？この写真、裏に赤で、何か書いてあるも裏に何か書くのがもう好きのようで。ナナシ君チェックリスト、体、手足、頭。頭が、私でございますね。スイの秘密は、想像以上にとんでもなかった。え、つまりスイにとって俺は、元彼の代わりですらなくて、ナナシのパーツだってことか。来てる！やばい、スイが来る！来ちゃった、来ちゃった、来ちゃいました。私の部屋の扉は、絶対に開けちゃダメって言ったじゃない！すいませんでした。でもいいや、そろそろ、潮時だったし。え？スイはゆっくりと右手を上げ、包丁を見せた。右手だな、この子は。そんなスイの仕草を見て、俺は何か言いようのない違和感を覚えた。しかし、その違和感は、すぐに恐怖に押しつぶされた。まあ、違和感ってのは包丁だろうな。まあ、右利きなんだ。慌てるな。早く落ち着かないと。チートは、素早く2回深呼吸をした。何？死ぬ覚悟でもしてるの？ネットで検証動画を見たことがある。この距離では、銃を持った警察官でも、ナイフを持った相手にはかなわない。だから、今の俺にできることは、逃げることだけだ！逃げれんのか？え？チートは手に持っていた写真立てを、思いっきりスイの画面に投げつけた。あ！うおー！ナイス！俺は階段を駆け上がり、スイの部屋を出ると、転がって這うように玄関まで来、外に飛び出した。その時になってようやく、先ほど感じた違和感の正体に気づいた。出れた！脱出しました。そうだよね。うん。左手に包丁持ってるもんね、さっきは。スイは左利きなのに、どうして右手で包丁持ってたんだ？え？突然、チートの後ろのドアから声が聞こえた。スイが追いかけてくる音かと思えば、よく聞くと、二人の女が喧嘩してるようだった。いるじゃねえかよ！嘘でしょ？お姉ちゃんなの？お姉ちゃん、その包丁で何をするつもり？チートは？スイ、話して！は？一体何が起きてるんだ？まさか、俺に包丁を向けていたのは、スイじゃなくて、お姉さんのスイランだったってこと？でもスイランはもう死んでるはずだ。いや、嘘なんだ。どきなよ。さもないとあんたまで。え？スイ？キャー！スイ？いや、スイ、ごめん。おい。ドアを開けて、スイを助けに駆けつけるべきだったのかもしれない。でもあの時は、ただただ怖くてパニックしてたんだ。闇雲に走ると、通りを何本か越えて先に交番があった。俺は慌てて警官に助けを求めて、スイの家まで同行してほしいと頼んだ。だけど、言動があまりに支離滅裂だったのか、状況の異常さが伝わらなかったのか、警官は、ただの痴話喧嘩だと思ったみたいで、なかなか取り合ってくれなかった。人が死んでるって言えばいいじゃん。なんとか説得して、半信半疑の警官を連れていくと、スイの家にはもう誰もいなかった。地下室の首なし死体だけが、惨劇が確かにあったことを物語っていた。
恋人の家で首なし死体を見たとこ殺されそうに、丸月末日恋人の家を訪ねた大学生がそこで首のない男の死体を発見し、口封じのため殺されそうになった。大学生は近くの交番に駆け込み難を逃れた。容疑者は現在逃走中、警官は一般からの情報提供を求めているっていうニュースにまでなってると、あの日俺を殺そうとしたあの女はスイだったのか、それとも死んだはずのスイラン、まだ警察に見つかっていないのか。ここ数日俺は恐怖に怯えながら生活をしている。あの日警官を連れて地下室に持った時、首なし死体だけが残っていた。スイが消え、スイランが消え、狂気が消え、そしてあのナナシ君チェックリストも消えた。警官が彼女を探している。彼女もきっと俺を探している。彼女はまだナナシの最後のパーツを探しに来るはず。でもさ、作りかけのさ、遺体はさ、そのまんまじゃん。じゃあさすがにもうその計画は諦めんじゃないのかな。だけど目撃者は消すしかないよな。あれは何者なんだ、そもそも人間なのか、一体今どこにいるんだ。来ちゃった来ちゃった来ちゃった、出ちゃダメだって絶対に。は、あー、そんな疑問ももうすぐ答えがはっきりしそうだ。だって今彼女は目の前に、俺の家の前に怖え、めっちゃ怖いじゃん。